疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日も土曜日でたくさんの方たちに方たちたくさんのお客様に来ていただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、今日あのお客さんと話してる中で、はい、あれみたいですよね、結構この辺の学校なのかな、この辺じゃないのかな、あのインフルエンザ、うん、学級閉鎖って言って、もうそんな時期なんですかね、今年は早いとかっていう話を聞きましたが、はい、まあ、夏くらいにインフルエンザになったっていう人もいますからね。まれに聞きますよね、うん、そう、ね、流行る。で、特に毎年、うん、新潟だと、うん、西区とか西関区の西の方からインフルエンザが流行ってきて、うん、どんどん広がっていくんだって。それは なんかね、毎年言われるよ。そう、なるほどね、うん、なんかこう、うちも子供の何ですか、予防接種か、うん、うちの子も1回もうやったのかな、うん、ちっちゃい子は2回やらなきゃいけない、ね、そうですよね。そうそうそう、いや、もうほんとね、予防接種、あ、予防接種じゃない、あのインフルエンザは私1回なりましたけど、はい、もう十数年前に、うん、二度となりたくない。へ、二度となり、すごい辛いよ。もうほんと熱もすごい出るし、節々、ね、痛いとかね。いや、もう節々痛いし、うん、何より嫌なのが、うん、あのインフルエンザ検査、あの鼻に綿棒みたいな、はい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 、あれがすごい痛いから、うん、なんか怖いじゃん、うん、だからこうついこうやって後ろに避けちゃおうとするんだよね、反射的に、うん、でもね、いや、そんな一人いねえんじゃね。いや、本当にいる、みんな。それで後ろに看護師さん立つから、あのね、多分みんなこうなるんだろうね、うん、だからね、頭がいかないように看護師さんの胸がボヨーンって、そうだから、そのね、検査自体がもうやりたくない。あ、まあ僕インフルエンザになったことないんです、その検査したことないですけど、うん、あの、ごめん、ちょっと違うけど、結膜炎になった時に、うん、結膜炎のなんかこう、アデノウイルスっつったかな、うん、ちょっとこう結膜炎のこう、さらに感染を拡大させてしまう結膜炎みたいな、うん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 、の検査をするって言われた時、うん、面の中こう、あれでグリグリやられた時、ほら、そうなるじゃん、そうなるじゃん、引っかないね、引っかないよ、目は、そう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 、ちょっと怖かったですけどね。でもあれですかね、インフルエンザを予防するにはどうすればいいですか。手洗いうがいですか。手洗いうがいと、まあ、それもいろいろ言われてますよね、どれだけ効果があるんだとか、でも、まあ、マスクもね、確かにね、まあ、そうなのかとかって言われてますけど、一番でも効果があるのは、はい、私はインフルエンザには絶対なりませんっていう強い意志だね。気の持ちようってことですか。いや、俺が考える大事なのは、やっぱり免疫を上げることで、はいはいはい、で、免疫どうやったら上がるかっていうと、やっぱりあったかくする、体をあったかくする、これすごい大事かなって思いますね。なるほど、うん、俺じゃあ結構低体温なんですよね、僕。僕もです。あ、本当ですか。いつ測っても35度台です。35度台、私も。みんなそうだ、うん、じゃあ温活した方がいいんだよ。いや、温活した方がいいし、あと乾燥はダメなんだよね。あ、粘膜がね、粘膜に付着しやすいからね、ぬるんぬるにしておかないと、鼻の穴とかぬるんぬるのもう粘膜、どうやってぬるぬるにすればいいの。濡らせばいいんじゃない濡らせばいい。あ、濡れティッシュとか突っ込んだりすればいい。ああ、いいかもしれないです。ちょっと突っ込んで濡らして、ぬるぬるの状態にする。やだ。でも、あのマスクは私は、うん、ちょっと喉がイガッとしたら、うん、あの加湿マスク、うん、あれ絶対ですね。うん、うん、まあね、そういう予防、まあこれから特にね、きっとまたどんどん増えてくるんでしょう、本格的な時期になってきますからね。うん、まあまあ、ね、手洗いうがいをはじめ、はい、まあいろんなね、はい、ことをちゃんと予防しながら、はい、ね、皆さん気をつけていきましょう。お気をつけください。はい、皆さんもお気をつけください。はい、お気をつけください。はい、ということで。はい、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。